内見ジョニーの物件紹介始まるよ。こんにちは、内見ジョニーです。いろいろありまして当分の間鼻声です。早速ですが、本日ご紹介の物件はこちら。レトロ感を味わいつつリーズナブルでペット相談可能の優秀な間取りのお部屋があるとの情報をキャッチしております。今回ご紹介の物件、賃料管理費共益費は概要欄まで。1991年6月築の鉄骨造5階建て。コメンテーターには通りすがりの方にご協力いただいております。本日もよろしくお願いいたします。何なんだ君は。君を知っているぞ。単身住まいでも行けるリーズナブルで贅沢な間取りがあるんだな。わかった、見せたまえ。よろしくお願いします。着きました、こちらです。インターホン。それでは今日も元気に。Open fire. イッツコンパクト。しかし爽やか。バリアフリーで圧迫感がありません。Open fire. シューズボックスございます。棚の高さは調節不可能。スタイリッシュに斜めに靴を並べるスタイル。必要がない方でも大丈夫。ご自由に動かしてくださいませ。そんなシューズボックス。光が漏れるドアの先には、リビング&ダイニングキッチンスペース。前方から差し込む光が非常に爽やか。広さは約8畳ございます。ウッディーブラウンとホワイトクロス、太陽光で織りなすニューレトロな質感になってございます。こちらからテレビアンテナ線接続可能。広々としたキッチン。Open fire. 以前の名残を感じつつも清潔に仕上がります。深型調理器具しっかり入ります。作業スペース確保。ガス栓がありガス機器を接続できます。レトロな蛇口で感じる哀愁。換気窓からの採光が最高。ヘビーな炒め物にもしっかり対応しています。とてもカジュアルで可愛らしいデザインですね。換気窓の爽やかな日差しがお料理心をくすぐります。好きです。こちらはおトイレでございます。綺麗に仕上がってございます。こちらは化粧洗面台ございます。脱衣所としても機能するスペースです。築年数を感じるデザインですが、清掃行き渡り綺麗に仕上がってございます。歯ブラシ、化粧品が置けるスペースございます。バスルームはどうでしょうか。コンパクトに仕上がりエコな仕様ですが、しっかり浴槽付きです。調節しがいのある水洗蛇口。あなたのセンスが光ります。コンパクトですが浴槽があって湯船に浸かれるのは嬉しいですね。掃除も少ない作業量で済みそうで好きです。 Open fire. こちらはクローゼットでございます。単身サイズですがそれなりに収納できるサイズ感です。お外の景色はどうでしょうか。網戸だ。物干しさをフック。景色は抜けており日差しは良好です。洗濯物は乾く最高具合。洗濯機スペースがこちらですのでかなり窮屈になりそうです。あなたのセンスが光ります。モニターホン。1階エントランス用です。ウッディーな階段を上り上階へ参ります。こちらは約4畳の洋室。独特な三角形デザインでございます。こちらからテレビアンテナ線接続可能。Open fire. 窓からの採光が最高。収納スペースございます。衣服類の収納は工夫が必要ですが、それなりに何でも入っちゃうサイズ感です。天窓は開閉可能かと思われますが、操作方法が微妙に不明のため開けることができません。網戸付きで湿気をしっかり追い出します。抜け感があり爽やかな空気が循環します。ダブルの換気力で湿気対策をしています。こちらのお部屋は空調が見当たりません。あなたのセンスが光ります。ちょっとした物置スペース。こちらは約5畳の洋室。空調完備で作業スペースとして活躍する予感。こちらからテレビアンテナ線接続可能。Open fire.
収納スペース。先ほどと同じタイプの天窓です。溜まった湿気。追い出しちゃってくださいませ。単身住まいであれば空調があるこちらが作業スペース。もう一部屋が物置として使うことになりそうです。独特な三角形のお部屋。ワクワク感をお届けします。はい、ということで、一部屋目の探検はここで終了のようです。今回はもう二部屋、間取りが違うタイプを内見可能ということで、そちらもサクッとチェックしてまいります。一部屋目はいろいろ賛否両論ですが、単身住まいであればかなり余裕を持って暮らせるお部屋に仕上がってございました。ということで二部屋目。インターホン。失礼します。一通、個性的。でも爽やかで清潔。キッチンの採光窓が、玄関周辺と水回りを照らします。失礼します。こちらは、おトイレございます。綺麗に仕上がってございます。化粧洗面台。化粧洗面台。少しレトロなデザインですが、機能性があり扱いやすいデザイン。Open fire。化粧品の収納などにも、そつなく対応します。バスルームはどうでしょうか。意外にも広々としたサイズ感。渋いカラーの水洗であの頃を忘れません。綺麗に仕上がり、お仕事疲れのあなたをしっかり癒します。こちらはダイニングキッチンスペース。広々としています。換気窓の隣には、冷蔵庫用の蛇口ございます。Open fire。余裕のあるゆったりしたサイズ感。お料理熱高めのあなたをサポートできます。カフェオレカラーのタイルが可愛いデザイン。作業スペース確保、ガス栓ございます。ガスコンロは、芯で用意をしていくスタイル。換気窓を換気ファンでダブルの換気力。ヘビーな炒め物をしても、しっかり匂いを追い出します。見た目は中堅ですが、機能的で扱いやすいデザインで安心します。好きです。約6畳の洋室。2面最高で開放感があります。こちらからテレビアンテナ線接続可能。モニター本、ネット回線接続はこちらから。換気窓からの採光が最高。抜け感があり爽やかな空気が流れ込みます。エアコン完備。Open fire。クローゼットございます。2段になっており、ジャンルごとに分けて収納ができます。お外の景色はどうでしょうか。網戸だ。洗濯機スペースはこちら。景色は抜けており日差しは良好です。賛否両論のデザインですが、最低限のスペースと抜け感は確保されています。はい、ということで、2部屋目の探検はこちらで終了のようです。メゾネットではないですが、1部屋目にも負けない贅沢な間取りに仕上がってございました。はい、こちらが3部屋目。インターホン。失礼します。イッツ、コンパクト。シューズボックスを置かないミニマリスト向けの玄関でございます。バリアフリーで増す開放感。少しレトロなライトがあなたをお出迎え。ヴィンテージイエローなのか、もともとイエローなのか。そんな疑問にワクワクドキドキ。こちらは、おトイレでございます。清掃行き渡り仕上がっております。その向かい側には、化粧洗面台。デザインは3部屋とも同じデザインで統一されています。Open fire。バスルームはどうでしょうか。コンパクトですが浴槽付きのエコなバスルーム。綺麗に仕上がってございます。こちらはキッチン。ガス栓があり、ガス機器を接続可能。Open fire。深型調理器具入ります。ミニマムな冷蔵庫付き。究極のミニマリスト向けキッチンです。あなたのセンスが光ります。失礼します。約 7.5 畳の洋室。日差しは良好です。こちらからテレビアンテナ線接続可能。モニター本ございます。エアコン完備。日中は電気をつけなくても作業ができる最高具合です。Open fire。クローゼット。単身サイズ。それなりにしまえるサイズ感です。お外の景色はどうでしょうか。網戸だ。洗濯機スペース。物干しさをフック。
4分の3がトタンビューですが、太陽光はしっかりキャッチしています。洗濯物は乾く最高具合。はい、ということで、どうやら今回の探検はここで終了のようです。どうでしたか？いろいろ賛否両論なポイントございますが、気にならない方は非常に贅沢に暮らせるお部屋たちになってございました。感動しました。3つとも開放感を大事にしたデザインで広々としていて、迷って決めれそうにありません。帰って早速もし住んでみた時の妄想をしてみたいと思います。ありがとうございました。それでは今回はここまで。皆様、ご視聴誠にありがとうございました。